まあギリギリ終わるかどうか微妙やな。怖いね、停電中のシャワーは。やったるで。黒猫初手マットきた。シャワーか。赤メタさんと貨物脇。まあマットの時はやはりタスクを最優先でやりたいところですね。はい。ナイスー。ナイスナイボー。赤メタさん、可愛い枠狙ってますか？この村可愛い枠ってまだ空いてますか？いや、ゲンさんが今日埋めちゃった。今日ゲンさんが埋めちゃった。今日ゲンさん可愛い枠埋めちゃった。今日埋まりました。ゲンさんそこ入ったの？埋まりしたんだ。まあ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 、これはシャワー行っていいでしょう。高七。せいせいせい。まあギリギリ終わるかどうか微妙やな。怖いね、停電中のシャワーは。あああおい、高田さんだと思った。高田さん、不死身や。あ、多分工藤からはそうっぽく見えるけど。あ、言っただけです。ちょっとかまかけてみました。シャワーの。シャワーの切ってたら通路、上に向かう通路のところで発見。多分本棚の下側だと。タオルがもうちょっと柔らかければ。アーカイブの入り口ぐらいのところに立ってた。そのなんか境目というかなんか変な位置には立ってた。まあちょっとズレがあるかもね。まあでもその辺に立ってて。まあまあそうですね、場所的にはアーカイブシャワー缶ぐらいです。で、下に抜ける宝さんを見たので、話は聞いてみたいなと思ったんですけど、まだわかんない。本当に2秒か3秒以内ぐらいのキル。マジ？うん。魚トータスに白打ちますか？じゃあ、ありがとうございます。あと、サントスできないかな、実施って。あ、本当ですか、はい、エレキ。僕目線でガミさんと魚さんに白打てます。はい、多分エレキ3秒前ぐらいで見てるエレキで。魚トータス慎太郎に出せるので、その辺にエレキにいますね、みんな。プテさんって最終位置どこにいる？僕はトータさんと一緒にいます、石油に。あ、じゃあ大丈夫じゃん。石油のところ、だから魚トータスに白打って、赤メタ7個はどうですか？はい、展望デッキにいます。赤メタ貨物の配電盤で浮いてはいますが、次のターン、両端だけが上がってます。真ん中3つ下がってる。で、一応位置は取れそうかな。見えるか、すれ違ったら。俺が多分左側に行ってるのは、剣士が見てるんじゃないかな。エンジン脇で左に行ってるのを。ああ、そうだね。行ってた。はい、脇だけはそうね。俺と藤宮と奈良子がエンジン脇だわ、そういや。エレキからシャワーへの侵入を高田さんが塞いでるような感じですよね。工藤さんとすれ違って下行ってるってこと。あ、うん。侵入は上からのみ、アーカイブからのみ、ベントも多分無理だと思うから。結構固まってそうやな。え、もう高角度じゃないじゃん。配電盤が合ってれば高角度ですね。合ってる。あ、そうですね。まあ一旦待ってもいいね。停電。停電なうなら。そう、停電なうならそうだね。じゃあ。不動はないと思うけどな。セルフだった場合は、俺と交差して俺切ってから俺セルフでいいから。もうあの時多分来るわけてるだろうから。なんでわざわざ奥まで行って富士宮切って。高田さんしてラインか。ハカシンとか武道は意味わかんないけど。あ、でも慎太郎さんはガミからも白出せますよ。ああ、そうなの。あれね、配電盤のね、勝ちタスクの奥。そう、そこで見合ってる。3秒前ぐらいかね。そうそうそう。応援こう。停電中だけど耐えたとてねえ。ボタンはほぼ確実に入るやろうからな。さかなさんボタン押さない。うん。はい。はい。はい。いいボタン。どうでした配電盤。どこ上がってるって言ったっけです、最初。両端。ああ。上がってました。上がってました。ああ、よかったです、よかったです。え？あ、そうなの？え、じゃあ、もうローラーするしかないんじゃないですか？うん。あ、ごめんなさい、サントさんってなんだっけ？俺と高田さんでアモンピーズの打ち上げ行くか、今から基本できないと思う。メインから左行ってんの見て、下はタイル回収、タオル入れ、下る、クドと交差、メインと下の入り口、クドと交差。タオル回収して奥行ってる間にもう引き返してるとかないですか？あ、じゃあシリフ使用しておきます。いや、それはできないと。俺が藤宮を置いて下にシャワー側からの侵入が無理だから、シリフの私がね、エリキ側全部塞いでるから大丈夫だと思います。最後の最後でエリキ下ってきたから。いや、なんか高田さん自身がめっちゃ弾くから、これ何かなと、なんかエラーとか起こってんのかなって思ったけど、まあでも大丈夫そうだね。じゃああとはその赤村さんが切った後にアーカイブ貨物メントの配電盤確認とか。いや、無理だと思います。あのターンって34秒なんですよ。だから無理です。切ってから間に合わない。どの配電盤でも届かないので無理です。よっぽどのギャンブル通してるくらい赤村さんがあるとしたら、なんか無理くり入れるんだったら7個ぐらいじゃないの？CDないんだったらね。最初しかないだけ。高田さんが弾いてんじゃないの？いや、弾いてはない。脇が一緒。脇が一緒でエンジンから左行ってる7個を見ただけ。俺がだから左一緒でしょ。まず初手で左に向かってるんで、ケンシを追い抜いて、アーカイブ側に向かわなきゃいけない。どの行きようがないんじゃないかなと思うんだけどね。キッチンからメイン弁当でやったとしても。まあ、結論高角度のロラでいいと思ってます。おい。まあ、ロラされるんなら。これはもう東洋自由でいい。不安だね。自由。あ、私は高田さんからがいいかなと思うんですけど、工藤さんレポートしてる。一応偶数だから同数になる可能性がありそうで。いらぬ不安だった。まあレポート点高いからね。まあわかる。でも工藤やんのかなって思っちゃうんだよな。ああ。藤宮何？ゲームオーバー。嘘でしょ。ああ、なんでそんなとこ立ってんのかなとちょっと思っちゃったけど。いやー、タオルがね、ちょうど終わった瞬間に近づいてきましたね、死神が。ああ、マジかー。ナイスー。ナイス。あ、マットじゃないの？いやー、わかるー。めっちゃ弾いてたもんね。俺もね、そう、マットありそうだからとは思ってた。じゃあ、まあ、インポストなんか。だから、まあ、シンプル、工藤丸目線は高田健志が切ってる可能性が高い。もう、そう見えちゃいますね。こんだけ白出てると。俺もなさそうだしな。ローラー行きたいっすね、じゃあ。立ってる位置はいつも通りの。別にマットだから、あそこに立ってたわけじゃない。僕はスキップしました。なんか、インポストしかなさそうな感じだよね。爽やか。ないよ。おお、忖度ローラーですか。あ、私スキップ入れて、もう一人。ああ、僕もスキップです。新沢さんが入りました。終わりだよ、もう終わりです。終わりだ。終わりです。ああ、終わりです。ちなみに藤宮のも見てみ、ほら、終わりだ。完全に終わりです。いや、もうちょっと工藤丸さんがチンタラしてたらな、シャワー。切った後にもしかしたらどうだ。そうね、工藤が先に来てくれれば。ああ、そうっすね。世界めっちゃ変わってたな。いや、マジ神一重。全然違いますね。全然違ったと思う。工藤から切れたら。そうっすね。最強まであった、多分。神一重だな、ガチで。いいね。こういけばよかったか。いいんじゃな。あら。あら。気にある。あるある。あ、いや、もうちょっと後があるね。メインの除染の部屋じゃないですか。停電入ったタイミングぐらいで、さかなさんはメイン除染から出てって、7個プテハシがそのままメイン除染。一瞬だけ3人重なるタイミングがあって、さかなさんが出ていく、7個さんが出ていく、僕が出ていくの順で、今僕出てった瞬間にボタンぐらいです。はいはいはい。その感じで合ってます。体感何秒ぐらいですか、切る。いや、今回見てないのよね。7秒以内ぐらい。あ、本当？あ、ありがとう。じゃあまずボタンは白ってことでいいかな、安部さんの。そうっす。いや、わかんないけど、僕は適当に。髪切るなら。いや、無理じゃない。7秒やったら無理なんちゃう。いや、でも無理じゃない、さすがに。まあまあまあ。まあ、ほぼ無理。そのどっち方向に行ったっていうのはわかんないよ。そのきてさん、ななこさん目線で。わかんない。ななこさんわかる？シャワーの方行ったっぽい気がすんだけどな。でも、ちょっとあんまり自信ない。あ、ごめんなさい。いや、じゃあ、絶対シャワーの方だ。エンジンでさかなさんと湧いて、エンジンさんじゃねえや、エンジンからさかのメインまで一緒に来て、で、さかなさんがメインの左下のゴミ箱タスク、左下の弁当タスクやってるから、その後除染来てるんで、絶対にシャワー向かってるわ。ああ、いや、そんなことはないんじゃない別に。それは関係ないと思いますよ。それボタンを押しに行こうとかもあるだろうから。いや、割とななこさんの言ってることの方が私は信じたいな。さかなさんボタン押してる。押してる、さかなさん。初手ボタンじゃなかったっけ？そうですね。ななこさんは別に僕視点結構な容疑者なんで、あ、多分このキルに関われないの多分サントスさんから出ると思う。停電中に俺エレクトリカルで一緒にサントスさんといるから。だ、はしご上くらいかな。あ、だ、キルじゃ狭いと思う。最後ななこさんは合流しているので、エレキに向かおうとしたさかなさんをはしご上で待機して切ってエレキ合流があるので、監視路は出ないけども、まあ切れる位置は狭いです。その場合俺がさかなさんが滞在してることになっちゃうから、じゃあ基本的にないかも。あ、さかなさんが先出たんだ。さかなさんが出てって数秒後にななこさんが出ていって、最後に僕が出ていってるんで、あ、さかなナプテなんだ。さかなナプテ。そう、さかなさんがそのはしご上に滞在してるとは思えないから、まああれ暗室からちょうど出てきたタイミングぐらいで切ってるとかってあるかもしれないけど。赤メタトータスどこでしたっけ？白か。俺今ラウンジ。赤メタ展望で停電直してます。誰も出なかったら。ああ、じゃああんたさん無理かな。僕も最終エレキなんですけど、サントスさんって僕のこと見えてます？途中は見えてる。最後は見えてない。うん、途中は見えてる。でも、慎太郎さん厳しそうかなという印象が。厳しみ。はい。君。ん？どこで死んだことになってるのこれさ。シャワーらへんで。シャワーらへんじゃない。右に行ったみたいな感じじゃない。うんもう一髪切るとしますか。最近はマットメイトが結構切られちゃうパターンって多いの。おー、はいはいはい。うん、まあプテさんって今なんかベントの方から来た気がしたんですけど、ベントタスクですか？ベントタスクはないです。行ってないです、そもそも。あ、わかりました。はい、一応、トータスプテハシ慎太郎ですかね。何が容疑者？さっきの。慎太郎君厳しいんじゃなかったっけ？まあでも、いや、監視は出ない。可能位置でしょ。まあ、ななこさんもその監視は出ないけど、まあ僕からだと、僕の推理だと、まあ、担当さん最後でエレキで見合ってるんだったら、ちょっと薄めかなとは思ったんで。はい、一応僕目線はね、その除染に3人ぐらいの人を置いてきて、先にエレキに降りてて、でエレキ内でサントスさんと僕は2回すれ違った記憶があって、最後一番奥の3番で終わってるんで、エレキのね。プテさんはなんかサボ直してほしいなぁと思いますね。今のちょっとベントっぽく見えたんですけど、インポストだったらベントの出入りするには早すぎるから。マットの気もするので、ちょっとあれ、ごめんなさい、ちょっと待って、ベントタスクしたかも僕。あれしたっけ？したかも。まあ高田さん釣った時もなんか容疑者広げたそうな感じ。渋ってたよね。そう、あんまりそう議論の印象も良くなかったので、渋さ感あるので、まあ積極的に直してもらえると。あ、したかも。したわ。しました。もはやしたかしてないかはもう議論の中心ではないのだよ。いや、容疑者考えてたからちょっと。いや別にこれ以上演技したっていいですよ。厳しいんだ。流れ悪いな。これ以上演技しなくていいです。なんでまあ容疑者はさっき話してて、ななこさんと慎太郎さんは薄めだけど一応あるんで、プテートが。普通にある。で、ガミさん、赤目さんはもうさすがに無理そうっていう感じで、いいと思います。僕、タスク早いんで、もう多分次のターン終わるんで、次のターンは、ゴミ待機しちゃいますよ。おお。それが本当だったらちょっと今のインポスターへのアピールじゃないですか。鳴らさないって。じゃあやめます。入りそう。アモアスの達人の皆さんにね、ちょっと悩みを聞いてほしくて、うん、最近悩みがあるんですけど、真面目にプレイしてても怪しいって言われるんですけど、どうしたらいいですか？タスクも一番早く終わらせて。さかなさん、金庫室に30秒ぐらいいましたよね。なんかそれは真面目にやってるんですか？これまずここから解消しないとだよ、この疑惑から。早くボタン。これは一応人外でしたけど。早くボタン。早くボタン。キッチンで発見しました。キッチン、席からキッチン入ったら光った。キッチンのね、上側の下ぐらいだと思います、多分。今、ちょっと上行ったら光ったんで。うん、一位相ではないと思うわ。あれガミさんって近くにいたっけ？僕は今、展望の配電盤ですね。プテアスさんをアップロードに残して、そうだよね。停電走ってます。その時は、合ってない。その時は、はい、何も光ってない。ガミさん今僕の目でだったら停電中だよな。慎太郎さん見えてないです。あ、配電盤まで行ってないか。配線ぐらいです。はい。でもローラー入りそうだけど。ガミちゃんと俺多分停電勝ち合ってると思う。俺貨物で右から2番目のやつが勝ち合ったので。あ、それは僕ですね。今配電前いじってるのは慎太郎。真ん中と右から2番目だけど。あ、そうそう。あってなったっていう。ガミさんはどこにいるんですか？アップロード。僕今展望の配電盤にたどり着いてないぐらいです。配線と配電盤の間ぐらい。うんうん。貨物勝ち合いで俺はもう直近じゃん。俺はもう白が出ます。角白が出ます。第二章が出るって言いました。あ、俺が角白出ます。貨物で直してるんで。うんうんうん。戸田さん、高見さん。あ、金庫。僕も金庫に入るとこかな、左上。お互いで。トータさんは今僕が席入った時キッチン右上でトータさんとすれ違ってるんで、トータさんは嘘ですね。金庫いけないんじゃない？うん。俺そんなとこ入れないで。いやいや。間違いなく合ってますんで、もう対抗でいいレベルです。そうなんだ。ただ、マットかインポスターかちょっとわかんない。じゃあ、提案なんですけど、今停電中なので、僕が停電を直すから、他の人は触んないでほしいです、次のターンね。僕、直したつもりだったけど、停電。いや、直ってるんでしょ？直ってない。わかんない。俺が最後勝ち合ってたら、直ってない状態になってるかもしれない。もう。僕目線はもうモモプテの内訳だけにはなるんですけど、プテは分かんなくない？ガミさん、プテは多分どっちもありえるんじゃない？ガミちゃん視点で。なんで僕がクルーを切ってるんですか？まあ議論まあまあまあ。とりあえずトータスさん陣外は角で、トータスさんマットだった時のインポスター位置はプテアスさんしかいないなっていう印象。そうだね、ガミさんが慎太郎を弾いてんだもんね。あ、まあどのそうね。まあトータスさんがわけわからん。ちゃうかな。入れる？あ、入れる？あ、これ。入れる？これ確定演出じゃないよ、僕スキップ入れてるけど。そう、僕タスク厳しかったから入れちゃった。あ、そうなの？ダイナマットおるな。見えてたか。悪そう。おお、ナイス。ナイス。なんかずっとマットの大量投票までしっかりスキップしてる。プテさんじゃない。なんでレポート入んの、あのタイミングでって思いながら。